32歳のカップル YouTuber が膵臓がんで余命2年と宣告されました。今ね、YouTube で話題になってるんですけれども、こちらのサニージャーニーさんという YouTuber さんがいらっしゃいまして、女性の水木さんという方が、なんと32歳という若さで膵臓がんが判明してしまいました。自分は医大生なんで少し詳しいんですけれども、膵臓がんっていうのは全がんの中でも最も容量が悪いがんの部類に入ります。そして沈黙の臓器と言われていて、正直発症してたとしても発見するのがすごく難しくて、発見した頃には手遅れになっているケースが多いと言われているような臓器なんです。正直、このがんは30代で発症するっていうことは稀なことなんですけれども、今回水木さんは発症してしまったということです。僕はですね、こちら2本の動画があるんですけれども、そちら動画すべてさせていただいたんですが、余命2年を宣告されても全く諦めない2人の愛情の強さにとても心を打たれました。そしてそれでも発信を決してやめずに、そのことをむしろ告白していくという心の強さ、素直に応援したいなと思いました。お二人は治療を行っていくためにクラウドファンディングを行うことが決定しています。僕はこのクラウドファンディングに必ず参加者として応援したいと思っております。膵臓がんの治療っていうのは莫大なお金がかかってくることになります。皆さんの協力が必要だと思ってます。1回でも飲みに行ったりするのを我慢したりとか、買いたいものを我慢するだけで、もしかしたら1人の命が救えるかもしれません。この動画を見てくださった皆さんに関しては、少しでも1円でもいいので協力してほしいなと思ってます。皆さんでクラウドファンディングを成功させましょう。